人生で一番の恐怖体験を教えてください、はい、恐怖体験まあそれっすけどね、はい、精神を病んだことですか、ね、うん死ぬかと思いましたし生きてでも意味ないって思いましたからねちょっと病んだ時自分でやっぱこう家のチャッチ紐とかで首とかキュッとするんですけど、まあ、死ねるわけもなくうんそれっすかね本当 恐怖でしたね。今は全然もう超幸せという。